スピンオフのスピンオフ企画、ワンタン静電投資を作る、行ってみよう。どうも突然すいません、編集中のヒロでございます。スウェーデントーチっていうものはですね、簡単に言うと1本の丸太から作られた焚き火のことです。焚き火ってことは要するにキャンプでよく使われる用語なんですね。そしてスウェーデントーチという名前だけあって、発祥の国はフィンランドなんですね。スウェーデンじゃないかいっていうツッコミが聞こえたところで、なぜこれが最近流行ってるのかというと、薪をくべずに焚き火を作れるという点と、そのまま木の上にフライパンなんか置いちゃったりして料理ができるっていうのと、もうね映えるんですよ。もう今載せてるこんな感じに、はい、すごい綺麗ですよね。写真撮るにもいいんですけど、やっぱり YouTube も映えるんですよね。一つ注意点があって、こんなスウェーデントーチもどこでも木を切っていいというわけではないので、各キャンプ場などのルールに従って楽しくキャンプをしましょう。テントお借りしました。さあ、ここからですね、十字に切ろうかなと。これからこいつでスウェーデントーチを作りたいと思います。待ってこ、めっちゃ綺麗だ。まず1本目の切れ込みを入れます。もう1本の切れ込みを入れて、ここに火種を落として、じわーっと内側から燃えてくるっていうのがスウェーデントーチ。もうちょいかな、もうちょい入れないとダメだな。いい感じかな。全然喋ってる余裕とかない。こういう感じで切れ目をつけて、このくらい切れ目が入ってれば燃えるぞ。見事完成。これ今度のキャンプの時に使いたいと思いますんで。でですね、スウェーデントーチ、これね、ただ十字の刻みを入れてるだけなんですけど、ここから着火剤なり何なり入れて、まあ、火をつけるんですよね。そうするとこの火がだんだん内側からじわーっと燃えてくるんですよ。外はまだ燃えないじゃないですか。なんでこの上に例えばコンロみたいな感じでお湯沸かしたり料理することもできるし、真ん中に置いといて冬場暖を取ったりとかね。でこれだいたい全部燃えるのに一晩ぐらいかかるんですよ。今回初めてちょっとスウェーデントーチ、まあ、初めて作ってみたっていうか、まあ、ただテンションで切れ目入れてるだけなんですけど、もうちょっとやった方がいいのかな、こんなもんなのかなっていう感じです。まあ、ちょっと初めてにしてはいい出来なんじゃないかなと思ってます。なんかちょっと生っぽい感じなんで、できれば乾燥させた方がいいですね。だいたいこういうのは1年ぐらい乾燥させるもんなんで、火の中に水分があるんでちょっと燃えづらいかもしれない。いやもうなんかね、さっき俺が使ってたやつが子供だね。やっぱこっちだね、本物は。大きさ的に言うと 50cc の。ゲンチャリと同じだ。すごいな。さあじゃあちょっとやってもらいに行きましょう。はい、さあやってもらいましょう。たくましいです。本来のスウェーデントーチはもう立ち枯れたやつを。ですよね。使わないと燃えないですもんね。ちょっと乾かします。頑張って。
それじゃあプロの方に作ってもらったスウェーデントーチ行ってみよう。そっちの方が全然すごい。見てこれ、ほら切れ込みのさ深さが全然違う。もうこれは下まで燃えますね、しっかり。そうですね。俺の途中であの焦げて煙が出るパターンだな。くっそー。でもこれちょっとこれかわいいな。ありがとうございます、はい、こいつはすげえぞ。こいつはモンスターだ、こいつが。ありがとうございました。後で比べてみます。え、これが一番バズりそう。なあ。はい、というわけでスウェーデントーチを作ってみた。これが僕が作ったやつ。もう切り込み声浅い。これあのプロの方に作ってもらったやつです。見てこの、もう切り込みがここまで入ってるのよ。ここまで入んないと燃えないね、これ多分。これめっちゃ燃えると思います、これ。これを作ってくれたモンスターが、けたたましく音を出してますけど、若い時に切っちゃうと、この乾燥してこの間が狭まってるんだって。だから、ちゃんとしっかりして乾燥した木を選ばないと、スウェーデントーチはダメだそうです。なんで、まあ、切ったばっかりのやつは燃えないし、こう、閉まってしまうと。ということで、皆さんスウェーデントーチを作るときは乾燥した木を選ぶのと、もう切り込みはバッチリこれ下ぐらいまで入れた方が良いかと思います。もうやっぱりプロはすごい。ちょっとまっすぐだもん、これ超斜めってるもんの方が分かるかな。めっちゃまっすぐ、超斜め。こんだけプロとは違います。ということで、ワンちゃんスピンの近く、スウェーデントーチプロと比較してみた。今日テスさんのゲル作りの現場にお邪魔して、ちょっとテスさんのお話も聞けて、スウェーデントーチまで作っていただきました。プロのことはさすがです。戦争の手入れから学びたいと思います。ということで、また遊びましょう。またねー。